今回は元水泳選手の寺村美穂さんをご紹介します。寺村さんは千葉県流山市出身で1994年9月27日生まれです。身長166センチ、体重53キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。爽やかさや精悍さ、素朴さや親しみやすさの感じられるルックスから老若男女にファンがいる寺村さんは、笑顔が魅力の美女アスリートです。にこやかで健やかに笑う寺村さんにはスマイルクイーンという呼び名がよく似合いますね。懸命に泳ぎ、ゴールしたその後に濡れ髪をかき上げながら笑う姿は爽やかでセクシー。これぞ美女アスリートといった雰囲気です。寺村さんは柔らかみのあるボディラインがチャームポイントで、肩周りや二の腕、首のラインが素敵です。しっとりとしたお肌の感じもその色気をより高めていて、試合後のインタビューではついついその首周りや肩周りを見つめてしまいます。寺村さんは自身のインスタグラムでバックショットの画像を数枚アップしていますが、引き締まりつつ美しい丸みのヒップラインがセクシーで、思わず見とれてしまったファンもいるのではないでしょうか。子供の頃に姉の影響で水泳を始めた寺村さんは平泳ぎで頭角を現します。しかし中学3年生の夏に膝を痛めたことで、膝に影響の少ない平泳ぎ以外の競技にも目を向け、個人メドレーに転向した過去を持ちます。苦悩した時間があるからこその凛とした笑顔、ますます寺村さんのファンになりそうですね。個人メドレーに転向してすぐに全国大会の 200m 個人メドレーで優勝を飾り、一躍トップアスリートになった寺村さん。高校3年生でロンドンオリンピック代表候補に選ばれるほどの選手に成長していました。残念ながら怪我の影響でオリンピックを逃したことで、さらに練習に打ち込み、日本大学時代には初めての世界選手権も経験します。そして2016年に悲願だったリオデジャネイロオリンピック出場を成し遂げ、次の東京オリンピックにも連続出場。東京オリンピックで完全燃焼しきった寺村さんは同年9月をもって現役を引退し、怪我と戦った現役生活に幕を下ろしました。現役引退後、2024年にはパリオリンピックの水泳代表に選出された松本克央さんとの結婚を発表。現在は夫の競技を陰で支える内助の功を見せています。2024年に30歳を迎え、結婚も手伝ってか大人の落ち着きと色気が増し増しの寺村さん、今後はどのような活躍を見せてくれるでしょうか。引き続き笑顔が素敵な寺村美穂さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。